さん、それでは C ブロック1回戦第2試合いきましょう。イピガーから来た後ちょっと気分転換のディスニー、イピガーにカサシのヘビーアームズカイ、サンピガーにマチのマーク2、エヴァマーク2の方ですね、ガンダムマーク2の白、4ピガーにパスカルのゼータお願いします。来た影なしマチ、パスカルいますかね。さ、デスティニーヘビーアームズ白マーク2ゼータ、白マーク2シーンでいきましょう。靴エマ出ます。さあヤンゴとなきキトーヘッドですが、ディスニーのみ3000コスト、一体さあどうなるか。ゼータ組は分かれてマーク2ディスニー、そしてゼータヘビーアームズという、ちょっと弾幕がうっといですが、まあ、こちらはねディスニーをうまくおとりにしてマーク2が取ってもいいし、逆もまた確かに。さあ追い特殊ですが、特殊的にね勝者ですが、さあすごい寄っていく。しかしやはりパスあたりだとダメージ負けしてしまうんですよね。まあできるだけ、ミサイルなどを撒いてあげて味方を救ってあげるのがいいでしょう。さあゼータがダメージ体力、追ってって、半分くらいになって、ヘビーアームズもうまく横角からの最初から家で行ってダメージを取って、さあこれは神様投げを見て、さあスーパーライフル当たらないがディスニー格闘、しかしヘビーアームズがそこを見ている。まずはこちらの2戦落ちないように完全に始まって、ディスニーがうまく分回る。さあうまくフォボアジャンプを生かして、よそ見て、さあフォボアから近づいて VA でやっていた。シャンブリングの動くがここでサブカッカー当たっていく。さあこれミサイル当たらなかったか、まだ生きるヘビーアームズ。さあこちらなんとかゼータのダメージを取っておける。あと一息のようね。さあここで力が入るが、今のところゼータにここまでプレッシャーかけられるようなこともなし。さあ台湾で立ち回る両者ともに、さあここで一気にディスニーをゼータのヘビーアームズが囲んでダメージを取って、さあ白マスを見てくるがライフル1、2、なんとか刺さる。さあライフル角を逃げて、ディスニーが耐える、完全にどこまで来たか。さあハイメガで食らって落ちるがゼータのダメージは取って、ディスニーがなんとか逃げる。サブカクもよくね、さあ残り1000コスト、こちらもあちらも一体落ちるも終わり。さあミサイルも当たりそうではあるが、しっかりブーストとステップを駆使して相手を攻めている。さあここはもうご了承していくか。さあライフルからの、リックディアスのバズーカとライフルさらに重なって勝利したのは 1-3P、来た後ちょっと気分転換のディスニーとマチの、マーク2の処理ですね。おめでとうございます。さあそれでは C ブロック1回戦3つ目いきましょう。 1P 側からシグのゲドラフ、 2P 側に大ゼンラーのデュエルエース、 3P 側に純一のディスニー、 4P 側に汚い忍者、あとメロンという概念の仲間たちのシピーケルですね。ゲドラフが少ないんでゲドラフ視点いきましょう。さあゲドラフ、デュエルエースディスニーシュピーゲル、今日ディスニーすごい人気なんですよね。6、7体いるんじゃないかな下手すると。おっと、さあ組んだのはディスニーゲドラフ、そして残りデュエルエースシュピーゲルだ。ちょっとシュピーゲルデュエルはきついところですね。特にシュピーゲルがやはりゲドラフに何もさせてもらえない可能性があるんで気をつけたい。さあまずは両者ともに真ん中の学校を縦に突く弾幕の巻き合いか。さあしかしうまく、デュエルに切り込んでディスニーがまずはダメージを取ってくる。さあグドラフはライフルと特殊そしてサブシャを駆使しつつダメージ取る形になるか。これデュエルスが3種取って、さあ取られた分は取り返すバドに詰めた、シュピーゲルがバグラインネット地上あたり。
さあ DLS 落としたで拒否だがまだ DLS 落ちず、カージアタックダウン中か、スッポステップで受けられたがで当たらず。さあこちらもあちらも思ったようにダメージが取れないって形ですが、さあ DLS もここで1体セット落ちて復帰してシピいけるが、いつのほど C 相手の感情は3分続ける。さあバスターが当たってリズムが減っていくが、さあバグラインナックが逃げるタイヤライフルでした。今こちらの方がダメージバランス的な変わっている形になっているか。さあここでゲドラさんもダメージが多い、そろそろそっちも消してきている。かけるエネルギー確保に来るか。さあディスティニーをうまくネットで拾ったかと思われたが、なんとか逃げているディスティニー。さあバグラインがここに残っていた。ここでゲドラさんもピンチ、速攻すると一気に狙われてライジング3回で死んでしまうかもしれない。さあ様子を見る、あちらも残り4000コストなんで、うまくここでシピーゲルより先にデュエルを落とせば、コストオーバーでワンチャンあるが、とにかく空を飛ぶか、何かが飛んできた。さあここでゲドラフが落ちる、ゲドラフがコストオーバーだが、ディスニーはまだ体力を余らせる。うまくディスニーが粘れるか。さあこれシピーゲルが落ちに来て残り2000コスト、デュエルが1回落ちて、そしてシピーゲルもまた粘れる体力が余っている。さあバスターを決め、なんとか逃げる、とにかく振りまして相手を完全に牽制していく。さあ相手もされる、とにかくマージアタックが刺さった。勝利したのは 24P、大センターの DLS と汚い忍者のシピーゲルの勝利となります。おめでとうございます。さあそれでは、次、C ブロックの1回戦をラストいきましょう。 2P 側からガン逃げは負けじゃないのエクシア、 2P 側に勝ったら重ね様に褒めてもらおうとのインパルス、3P 側に丸のランダム選択、 4P 側にヤンコ先生以下略の、バーチェですね。丸さん引いていきましょう。何が出るかな。ドム、まあうちドム少ないんで、まあドム使っとけよみたいな流れですかねこれ。さあエクシアインパルスドムバーチェ、ドムのみ先行するかって形ですかね。さあエクシア映しいのインパルスかバーチェ、でもドムも捨てがたいよねみたいな。ステージ以下によっては自走が辛くなったらドム視点で行こうか。ステージジャフロ、あドム辛いんで次バーチェかインパルス行きましょう。俺は行きます、させてもらう。じゃあインパルス視点で、さあインパルスエクシアドムバーチェと1234で組む。まあ、平地に見えたけどやっぱ引っかかるんだよね。人の視点で見るとよくわかる。そしてアシスト近くで打つと、まあ、うまく当たるんですけども、空中に浮かせるとね自走型ちょっと辛いんでね、うまく自走以降をキーするか先にやって最後の最後も逃げられない時に空を飛ぶぐらいじゃないと厳しそうな感じ。バリアーも崩してライフル一発当てて、特にもうライフルライフルグナー言われているが、さあちょっと遠隔突き刺し1,2,3,4,5回切る5フィートコンボですね。さあドームを一回落とす、こちら的にもちょっとダメージを負っているんで、そろそろまた巻き返しに行きたいと思います。まあワンチャンエクシアのトランザムやら、こちらもうまくねライフルに弾幕生かしていきたいところですね。ルナレフル、エクシアが先に落ちる、ナドレをこっち見ているが、まだなんとか避ける。さあバズーカから飛んできているが、なんとか逃げてナドレを追う、しかしドームが来て私はなんとかライフル拒否。さあこちらのナドレにも発動もライフル拒否して、着地にうまく傾斜ギリギリ当たっていく。さあ残り2000コスト、シュート停滞、スプレッダー合体。さあ着地ごまかしてドームのバズーカなぜか近くだと当たらない。コールを続行する。さあ牽制してここはエクシアをなんとか守りながらと思ったらエクシアがもう落ちません。さあ反射ライフルまっすぐ飛んでって残り2000コスト、ここ粘っていきたい。ドームを2回落とせば終わりではあるのでもうどう粘るか。さあエクシアのゲンガライフルでよろけてドームを撃破。さあなんとか拒否してナドリーも、最後の切り札を使わせる。さあしかしキヤノンからの格闘を着ていた。勝利したのは 34P、 マルのランダム選択ドムとニャンコ先生のバーチェの勝利となります。おめでとうございます。